皆さんこんこにちは滝沢勝成でございます、えー、再生回数は少ないながらも地味に熱いコメントが多いものでございますから調子に乗って撮り続けております謎の仏教おしゃべり動画第3弾でございます。わーん3回目の今回はですねあの処方無我という話をさせていただこうと思うんですがまあ処方無我 っていう単語も、まあ、馴染みがないですから、まあ、皆様聞いてみても、はて何こっちゃっていう風になると思うんですが、まあ、処方無我。一言で言うと、世の中、すべて、この環境の中において、自分なんていうものは存在しないという教えです。処方っていうのはね、前回の諸行無常の諸行にちょっと似てるんですけども、もう、形あるもの、形ないもの、世の中のすべてのもの、真羅万象、バーンとひっくらめて、 で無我というのは私がないという書いて無我、無我夢中の無我ですね、えー。その中にその私なんてものは存在しないという教えです。この世の中に私なんてものは存在しないんだと言われたとて、はて、<laughs> なるじゃないですか、えー。まあちょっとこの辺をねあのおいおいお話をさせていただけたらなと思っている次第でございます。よろしくお願いします。 で、ちょっと本題の処方無害に入る前にですね、前回の諸行無常の補足をさせていただきたいんですけれども、なんからね、動画をアップロードしたとにね、もうちょっとこういうふうに言えばよかったなってね、後悔したことがいくつかあるんですよ。それ何かと言いますと、あの、例え話です。前回のその諸行無常の時に、あの、執着はしない方がいいとか、執着しちゃダメとか、執着は良くねえみたいな、執着するなみたいな話をさせていただいたじゃないですか。で、その執着の例え話として、まあ、 僕が前回の時言ったのは、その自分がコントロールできる範疇を超えたものをコントロールしようとした時に、その執着がうんたらかんたらって話をしたんですが、なんか考えてみたらもっとこう、まあ、それも正解なんだけど、なんかもっと身近な言い方できたよなっていうふうにあの、後悔をしまして。あのね、正直に言うとね、僕ね、もう僕自身ね、全然執着しないんですよ。もういわゆるその執着心っていうものがですね、僕全然ない。 なんかなさそうでしょなさそうでしょじゃないか <laughs> 全然ないんすよ。だから、例え話がですね、もう下手かっていうふうにちょっと思ってしまいまして。多分一般的な、なんかいわゆるその執着に対する例としては、あれですよね。もうなんか、これがあれば僕もこうなれるんだ、みたいな。 なんかそんな感じ。例えば、なんか僕ももう少しお金があればこれが買えるのにとか、なんか僕もう少し背があれば持てたのにとか、なんか僕も,もう少しかっこよかったらこうあったのにとか、運動ができればこうあったのにとか、なんかどこどこ大学に行ければこういうふうに就職できたのにとか、なんか親が、なんか家庭環境がこうあったらこうあったのにみたいな、なんかあの人持ってる、この子持ってる、彼は持ってる、でも僕は持ってない、僕も持っててれば彼らみたいになれたのに、わーみたいな感じで、 なんかその、それがないことによって心が蝕まれてしまう状態、ネガティブな心になってしまう状態っいうのが、まあその執着っていうふうに考えると、まあ結構身近なところなのかなと。これがまあ私のケースに置き換えるならば、例えば僕がですよ。例えば僕がですよ。ええー、もう私、滝沢勝さ、ね、もそういギター練習しているんですけどもね、もうあとね、30万円とか40万円とかするような高いギター使っていれば僕はもっとギターが上手くなれるんですよとかっていうふうに言ってたら、おい滝沢どうしたってなるじゃないですか。 えー、まあ全くそんなことはねみじんも思ったことないんですけどねだからまああのねそういう高いギター使った方がいいのかなとかっていう風に思ってる方あの安心してくださいあの諦めてください大丈夫ですあの高いギター使っても、えー、練習しなきゃ上手くならないし、えー、安いギター使っても練習すれば上手くなります安心してください、えー、ギター関係ねえ安心してくださいギター関係ねえ <laughs> 練習するかしないかだけです関係ねえ <laughs> 安心してください いやあ、安心だな、とっても、えー。そんな感じなんですけども、まあ、そういった意味ですごくこの執着がないんですが、一番最後にちょっと覚えてたら、あの僕の,その昔からなんですけどね、あの本当子供の頃になんかいくつかそのうちのお母様から、あのその執着に対するいろいろこの話を、思い出話をさせてあの、言ってもらったことがあって、へえ、そうなんだ、へえ、とかってなんか思ったことがあるんですけども、ちょっと覚えてたら最後にこの話を余談で。 しますはいそんな感じでで執着でございますだから皆さんもねその日常的にあのまあ、少なからずなんかそういう執着これって執着なのかなって思った時が来るかもしれませんその時はですね、えー、是非あの処方無我じゃねえか処業無常のことを思い出しですねあ執着はいけねえみたいな感じで思っていただけたら面白いんじゃないかなと思うところでございますはいで本題の処方無我なんですけども、えー、まあこの世の中において自分なんてものは存在しねえという教え ま、この教えがなぜ必要なのか。まあ、そもそもですよ、この仏教というか、この司法院というか、このそれぞれのこの教えが目指すところ、何をしたいのかというところは何かと言いますと、まあ、悟りを開く、涅槃になる。 というところなわけでございますよね。で、もっと具体的に悟りを開くとは何なのか。まあ、いろんな解釈があると思うんですけども、これもわかりやすく言うと、まあ、いかなる精神的苦痛、肉体的苦痛を受けたとしても、それらをしっかり受け止めた上で、心の平穏を保ち続けられることが、まあ、いわゆる悟りと思うんですよ。 例えばその誰かからそういうめちゃくちゃ悪口言われたこのね「べ」「わあばー」ーと言われたでこれをね受け入れててめえこの野郎ってなるんじゃなくえー、そうだよねそういうふうに怒る時もあるかもしれないよねでもなんでそういうふうに言うのかななんでそういうふうに思わせてしまったのかな私には何か日があるのかな私に不があるのかな私に不があるのかなちょっと分かんないなうん一緒に考えてみようっていうふうに思える心。 で、まあ、したくはないけどね、怪我をしてしまったとか、病気をしてしまった時も、えー、わ、怪我をしてしまったと。あーもうね、もう手がけ怪我してしまって、しばらく指使えねえわ。もう、もう指使えたら、もっとこんなコーができたのに、あれもできたし、これもできたし、もう、ね、指使えなくて、最悪ってなるんじゃなくて、あ、これはもうなんか神様のお示ししかもしらんと。今これをお休みして、なんか別のことをしてみたらええんちゃうのっていうふうに、神様のお示ししかもしらんから、今自分にできることは何だろうか考えてみようっていうふうに、ほら、捉えるみたいな。 で、それがね、もっとこう広がって、例えばそのご友人とかご家族とか、まあちょっとね、あんまり嬉しくないけどね、ハプニングとかトラブルが起こったとしても、これはなぜ私の身に起こったんだろうか、というとこで、そのね、あの、受け入れで考えていくみたいな。 えそういうね、その精神的な苦痛とか肉体的な苦痛とかがバーッと振りかかったとしてもね、えー、受け止められる。そして心の平穏を保ち続けていられる。これがまずいわゆるその悟りを開くという状態ですよね。で、そのための3つ目の教えとしては、まあ本,番本当はその順番ないんだけどね、今動画の順番で今話をしてますよ。3番目の教えとしては、まあその処方無我っていうわけのやつでございます。まあ私たち若かりし頃は誰がしも、なんかこう、俺は一人で生きてるんだとか、 俺は自分の力で生きてるぜとかっていうふうに、まあ、思ったことありませんか僕は少なからずあるんですけど。ちょっと未だに、あの、僕は自分自身を捨てきれてないところがあるので、結構まだ我が強いところではあるんですけども。でもね、そんなこと言ったってね、やっぱり生かされてるんですよね。世界に。世界に生かされている。だってね、この着る服とかだってね、その作ってくれる人がいるから着れてるわけであって、 で、こういうカメラとかもね、作ってくれている人がいるから撮れるのであって、で、今見て、皆さんがね、見てくださっているこの YouTube というサービスも作ってくれる人、そして保守してくれている人、キープしてくれている人がいるからこそ、まあ、楽しめるわけであって、今パソコンとかスマートフォンとかで見てらっしゃるかもしれませんけどね、そういうものを用意してくれている方、作ってくれている方もいらっしゃると思うんですよ。いや、まあ、い,らいらっしゃると思うんですよ。まあ、いらっしゃいますよね。 でそう考えていくとですね、もうすべてのものがですね、もう用意してもらっている、す、え、べ、ー、てがこのね、流れの中で、環境の中で、人間関係の中で、もう私はね、すべてのこと一部なんですよね。例えば、もっと身近なところで行くとすると、お腹が空いたと。コンビニでおにぎりを買うぞ、つって。まあ最近、100円じゃ買えないというか、竹っすよね、最近おにぎり、マジで。 セブンイレブンとかマジだけ、180円とか明太子するし、っつって、180円って高級握にぎりやつじゃんっていうふうに思ったりとかするんですけども、まあ200円を持って、まあ。 コンビニに行って、まあ、おにぎりを買うわけでございますよ。で、そのおにぎりをね、買ってお釣りをもらって、このパーッ食べると美味しいってなるわけじゃないですか。お腹が満たせられるわーいみたいな、最高だ、知らせたい、いえーってなるんですけども、これ俺が稼いだ200円で俺はこのおにぎりを買ってやるんだじゃなくて、この200円を僕にこの用意してくれた人、恵んでくれた人もいるわけですよね。まあ、それがサービスだったりとか、なんかいろんなこの対等に交換して、<laughs> その200円を。 いただいたわけなんですけども、その僕に200円を、えー、ださった方がまずいらっしゃる。で、この200円を渡した先に、そのおにぎりを作ってくれた方、用意をしてくれた方、そしてそのシステムを作ってくれた方、そして売ってくれる方、もうそういったものが全てあって、その僕に手元にそのおにぎりというものが出てきたわけでございますよ。で、もっと言えば、この200円というお金を作ってくれて、この価値を担保してくれて、そして運用してくれて、保守してくれてる、もうもっともっとでっかい何かのね、存在感が思い、わーっといるわけ、あるわけじゃないですか。 そう考えていくとですね、もう本当にもうね、もう常にいろんな部分で、もう僕らはですね、この一部分として、この、生かされているみたいな。<laughs> <laughs> そんな感じの話があるわけなんですよね。なんかすげえ面白いっすよね。なんか私は生かされてるんだな、みたいな。なんかね、ちょっとね、方向性は違うんだけどね、この話をちょっとね、してもいいですかちょっと方,方向性は違うかもしれないんだけども。 あのお金で幸せを買う方法って話知ってますお金で幸せを買う方法知ってる方はちょっと答え書いちゃダメ。えー、知らない方はですね、ぜひあのチャットをコメントに書いてみてくださいませ。何だと思いますお金で幸せを買う方法あるんですけど、お金で幸せを買う方法何だと思います これね、テット .com っていうね、スピーチサイトに乗っかっている、すごい有名なスピーチです。あの、興味があったらぜひ見てみてくださいませ。すごく面白いから。で、このテット .com で紹介されているお金を、お金で幸せを買う方法を、まあ、簡単に説明すると、まあ、ある研究がありました。で、その研究というのは、A グループ。まあ、それ100人だか200、ね、人だか忘れちゃったけど、まあ、A グループというたくさんの人がいます。 A グループと、そして B グループの人たちを用意します。で、A グループの人たちには10ドルを渡して、この10ドルを今日中に自分のために使ってくださいっ、つって、えー、渡して。で、B グループの人たちには、今日中にこの10ドルを誰かのために使ってくださいっ、つって、えー、で、それで、それぞれ用意ドンバーン、つって。 行ってで、帰ってきてもらって、まあ、それぞれ何に使ったか、そして使った後に、自分がどのくらい幸せになったか、嬉しくなったか、幸せを感じたか、幸福度をまあ調査したわけなんですよね。で、A グループの方々、 帰ってきました。で、調査しました。何に使いましたかご飯食べました。コーヒー飲みました。化粧品買いました。ゲームに課金しました。まあいろいろありましたよ。で、そのねこういうふうに使いました。こういうふうに使いました。こういうふうに使いましたってあった中で、えー、最終的に、えー、そのお金の使い方をして、今日一日どのぐらい幸せでしたかっていうこの幸福度、どのぐらい幸せになれましたかっていうのを測ってみたら、そんなに変わんなかったと。まあちょっと変わったっていうか、まあちょっと上がったかなみたいな感じなんですけども、その B グループの人たち、帰ってきました。 何に使いましたか聞いてみると、その10ドルを使ってお母さんにプレゼントを買ってあげた、お花を買ってあげたとか、コーヒー、コーヒーチケットを友達にプレゼントしてあげたとか、もう彼女を誘ってご飯をおってあげたとか、ちょっとしたプレゼントを誰々にあげたとか、で子供にこれをプレゼントしたとか、兄弟にこれをあげたとか、いつもお世話になっている先生にこれをあげたみたいな感じで、まあそういうこのエピソードがたくさん出てくるわけですよね。でその 行為をした後に幸せ度ってどうなりましたかって話になると、もう、そのプレゼントをしたことによって自分が、なんか思ってたよりもね、想像以上に喜んでくれて、もうお母さんにそ10ドルでね、もうプレゼントを買ってあげて、花束を買ってあげて、お母さんにプレゼントしたら、もうお母さんも偉い感動しちゃって、あ息子からこんなのもらえちゃって私はもう、みたいな感じですごい偉い感動してくれて、え何、そんなお母さんめちゃめちゃ喜んでくれるのめっちゃプレゼントしてよかったわみたいな感じで、その幸福度が爆上がりしたんですって。 つまり、この調査結果から言えることとしては、お金を、しお金で幸せを買う方法っていうのは、そのお金を誰かのために使ってあげることっていうのが調査結果として分かりました。ちゃんちゃんって感じなんだけども、まあ、ちょっとこれ、あのテッドドコもぜひあの見てみてくださいませ。すっごい面白いから。なるほどなーって思うので。 で、これもさ、ちょっとね、あの、今の処方無課の話に戻ってくると、なんか自分が自分がってやっていくと、その幸せを得られないに結構近しいような気がするんですよね。私はこうしたい、私はこうだから、私がこうだから、私は一番だから、私が中心だからっていうふうにしていくと、なんかあんまりこう、周りからのそのね、あの、ありがとうとか尊敬とかを得られなくて、どっちかっていうと誰、誰かのために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 っていうふうにやってた方が、わなんかそれ助けてくれたりは助けてくれたりは助けてくれてありがとうっていうふうなところからまたさらに、 助け方方ををししててるんんだだすごいいななあの人ってこういうう風頑張り方をしてるんだ、えー、面白そう僕も参考にしようかな、僕も頑張ろうかなみたいな感じで、ただその頑張り方の,その伝播の形が全然違うものになるような気がするんですよ。で、今そのお金のうんたらかんたら、ちょっとまあ話は違うかもしれないんだけどもね、結構似てると思うんですよね。結構近しいと思うんですよ。で、それにまたこの近しいエピソードとしては、僕がすごく好きな話で、スティーブ・ジョブスの,あのコネクティング・ドッツっていう話があるんですけども、ご存知でしょうか Dots まあ,あのスティーブ・ジョブスがとある大学で卒業式でこうねスピーチをあの卒業生の皆様に送るっていうやつなんですけどもこれもすごい有名な話であの動画とかもいっぱいあるのであの見たことがなければぜひ見てみてくださいませ全然見た方がいいというか見る価値あるというかあの面白いめちゃくちゃ面白いなんかもう損とか得とかじゃなくて単純に面白いすごく面白い <laughs> で、そのコネクティングのどッツに関してもですね、その常にこうね、点と点を点を、まあその僕がそのね、あの時系列でこの、ね、生きていくとその時間、その時間軸として向こうに進んでいくわけじゃないですか。で、そのね、いろんな人たちとこの関係をする中でいろんなこのね、点を残していくわけですよね。いろんな関係、人間関係だったりとか、結果だったりとか、失敗だったりとか、コミュニケーションだったりとか、まあそういったものをこうバーッとバーッと点をターンと作っていくと、ある時にですね、この点がバーンと繋がって自分に返ってくるときがあるなんて話をしているんです。で、これもね、やっぱりこうね、 環境との関係の作り方っていうのがすごく大事だと思っていて、それぞれその点の場所でなんか自分が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 っていうとなんかいい点が残せなかったりとかするような気がするんですよね。 それじゃなく、そうじゃなくて、常にこうね、自分の後ろにはすごくいい点、そして多くの点が残せるようにするときにはどうしたらいいかっていうと、その点を作るときに、周りの人たちにどんな人たちがいるのか、その人たちに対して僕は何ができるんだろうかっていうふうに考えた方が、そのね、点の広がり方がね、むちゃくちゃ広くなるような気がするんですよ。で、あるときに振り返ると、すっごいこう、 なんか、あの、巻川のりゆきさんの僕が一番欲しかったものじゃないかも、ないですけれども、結構、ああいう形になるんじゃねえかな、なんて思ったりとか、えー、するわけなんです。で、僕、このね、処方無我を最初にした時に、最初にした時に、ちょっと思ってたのは、あのー、まあ、一切書く、世の中思い通りにならない、自分の思い通りにならないのが、それが普通だってう。ああ、わかる。で、処方、処業無常、えー、その執着を捨てろと。執着をすると、まあ、自分の心が芝生まれてしまうから、その執着するのはわかる。で、その処方無我 っていうものを学んだときに、まあその心、あのその世の中にその自分なんてものは存在しない。まあ分からなかない。分からなかないが、分からなかないがしかし、なんかその環境というか、その人との関わり方だったりとか、その自分という人間の形とかを、そのね、あの、意識してコントロールして形を変えることで、なんか流れとかはね、頑張れば変えられるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思っ たことがあるんですよだからその僕がまあ努力をすることによってあの覚悟をすることによってなんかこう意識をすることによってなんかその人との関わり方とかその自分の在り方形姿を変えられることができるんじゃないかなっていうふうにちょっとその時は思ってたんだけどもね最近ねまたそれもねあのやっぱその辺もなんかこう結局流れになんかこう流されているだけっていう言い方をちょっとあれなんだけどさあのコントロールはやっぱできてなくて。うん なんだろうな。なんか流されてるだけでもちょっと違うんだけどな。なんだろう。やっぱなんかすごい元,こ元からなんか仕組まれてるっていうちょっとまた違うんだけどな。なんかすごいこのやっぱね、いろんなこのね、渦にやっぱすごいこの自分自身がこのなんか言い具合にこう流れてってるなって感じがすごくするんですよね。で、それがさ、その、 ねまあ、僕も今、今こういう歌い人カフェという店舗を持って、まあ、今でも何だかんだで結構大変ながらも頑張ってるんですけども、でもこういう環境がね、まあ、大変な時はも,もちろんいっぱいあるしさ、結構あの不安なこともすごくいっぱいあるんだけども、でも今この形になってて、僕はそのどう思うかっていうともう100、100%幸せだなってすごく思うし、なんかそれに対して全然あの後悔とかも何もなければ、本当にもうこれからも頑張ろうみたいな感じで、すげえめちゃくちゃこの前向きな気持ちで、本当もう100%幸せだぜ、俺はみたいな感じの、まあ、もっとやりたいことはたくさんあるけどね。 でもここに対してその悔いがあるかっていうとまあ一辺もないというか、まあ、そんな感じだったりとかするわけなんですけどなんかそういうすごいなんかこういろいろとね渦にこ巻き込まれているような気がするんですよで僕がすごく好きな河合駿さんっていう 臨床心理学者さんがいらっしゃるんですけれども、河合駿さんをね知ったきっかけもね、その僕がいろいろコネクティングドッツをしてきた中で、あのまあ文ちゃんさんというその生徒さんがえ来てくださって、その文ちゃんさんが河合駿さん好きなんですよっ,つって、あの本とか CD とか僕に貸してくださって、そこで河合駿さんのことを知って、うわ、すげえ面白いっていうふうになったっていう、ね、そういうこのねあの文ちゃんさんから頂い,いてありがたいつながりもあったりとかするわけなんですが、<laughs> えその河合駿さんが <laughs>、ちょっ,と待って。 話が河合隼さんがまたこう面白いことをおっしゃっててそのマザー・テレサですよマザー・テレサマザー・テレサってもうすごいじゃないですかもうとてつもないねもういろんな、ね、人たちを救ってきたような人でもこのマザー・テレサさんはあのー、自分自身のことをその、ね、私はすごいことをしてきたとか私はこ,こんだけのことをしてきたっていうふうになんか自分が自分がっていうふうになるんじゃなくて 必要な時に必要なことが必要にして起こったっていう話をされてるんですよね。必要な時に必要なことが必要にして起こったっていう話をされてるんですって。河合駿さん自体に,自体にこう聞いてる話なんで、ちょっと言葉が違うかもしれないですけども。でもそれもね、なんかすげえわかるって感じがするんですよね。わかる。皆様自身も少なからずありますよね。わ、なんでこの瞬間にこれが起こるんだろうみたいな、いい意味で。すごくいい意味で。なんかとある、 知識を得ましたあこういう話があるんだふーんってなった瞬間にそれが必要になる時とかってありませんかあれなんで昨日聞いた話のにこれえなんで急にそれが出てきたのみたいなえこれ昨日したばっかりなんだけどえすごいみたいな何かを買ったばっかりでこれを買った瞬間にこれがマジで必要になる場面が現れるとかこれに関してマジで困ったわーってなったらたまたまそれを助けてくれる人が本当にふって現れるとか で、もしくは、その、あ、これ用意したらなんか、私はこういうのができるな、っていうふうになったら、これを必要とした人が突然パンって現れて、え、俺できる、いけ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 る、みたいなふうになったとか。まあ、それがね、きっかけは、まあ、いろんなことがあると思うんですけども、なんかそういうふうに、こう、ね、歯車がガチャコーンっていうふうに当てはまる瞬間ってありませんでしょうか。なんでこのタイミングでこれ起こったんだろう。すごい、え、運命、え、やばーみたいな感じの。なんかそういうものをね、あの、体験、僕もやっぱしてるんですけれども、なんかすればするほど、やっぱり、なんか私というものが、 まあ、あるんだけどやっぱこの渦の中はやっぱ一部なんだなってことを感じるんですよねなんかそこに対してな俺はこんな形じゃ嫌だとかっていうふうになんかこう拒否した方がやっぱりね無理が出てくるからまあなんかなすがままじゃない <laughs> いやーすいません <laughs> 映像が途切れましたサンドイッチ食べてますうんフランスパンに え粒マスタードに、エタス、ケチャップ、バター。うまくないわけがない。絶対に美味しい。<laughs> まあ、何が起きたかと申しますと、あの、このカメラ、熱暴走防止センサーみたいなのがありまして、あの、あんまり本体が熱くなりすぎてしまうとですね、うわ、熱い、熱い、熱い、どうしよう、どうしよう、このままだと壊れてしまうよ。うん、電源オフ。 なる機僕が一人でこうペアっと喋ゃってたらいつの間にかそれが働いていたようで、えー、途中で映像が途切れてしまいました大変に申し訳ございませんでもまあ結構いろいろ喋ってたかと思うんであの私が伝えたかったことのほとんどはまあ皆様のことに届いたんじゃないかなと思いますそんな感じでこの私というものがというものを捨てた方がまあいろいろとね、えー、都合がいいこともあるよねとその私というものを通そうとする とか自分というものをね、押し通そうとするえ。そういったものもですね、一つの執着なのかなって感じはするんですけども、まあそういうものはないというふうにして、えー、世の中の流れに沿った方がいいのかななんていう、そんな感じの話でした。以上でございます。ありがとうございました。では、ちょっと先ほどお伝えしていた余談なんですけども、私のこの執着心についてお話をさせていただきたく、存じます。 あのね昔からね、本当に、ね、執着心がなくて、ですね本当にあのないんですよ。<laughs> 本当にないあの10年前ぐらいにうちのお母様が、ですねあんたちっちゃい頃こんなことがあったんだよなんてあの聞かせてくれた初めての話がありまして。 僕は年長さんとかなのかなちょっと何の時だか忘れたんですけどね。なんか学芸会だったか、その、まあ、卒園会だ卒園式だったか、なんかお楽しみ会だったか、ちょっとどんなんか忘れたんですけども、なんか最後にその式典が終わって、じゃあステージの上にお菓子があります。皆さん取りに来てください。つっていう瞬間があったんですって。で、でまあ子供なんて、ね、そんなこと言われたらみんなでこうね、わーってこう行くじゃないですか。で、私はそれに行かなかったんですって。で、うちのお母様が、 お,別にお前も行って,お前もてくればいいじゃないかとかお菓子もらってくればっつったらああ僕はいいやーつって言ったんですってなんかそれね、あのー、言われてみればなんかねうっすら覚えてるなって気がしていてなんかすごいみんながわっと行くからなんかに、ね、みんなそんなにあれが欲しいならばなんか私がもらえるよりみんながもらった方がいいんじゃなかろうかみたいな感じでじゃあ私はいいやみたいなふうに思った記憶がねうっすらあるんですよね。 で結構今でもそれは近しいものがあって、なんか僕は全然その物事に執着しなくて、まあ例えば分かりやすく言うとその食べ物とかですよね。まあいろいろこの食べ物、まあいろんなものを作ったりとか食べたりとかしますけどね、正直僕自身は食に関しては全く執着がなくて何でもいいというか、あのお腹が満たせれば正直本当に何でもよくてですね、だから近頃も毎日毎日、なんかお蕎麦食べてた方が体の調子がいい気がするずつお蕎麦食べてるんですけれども、 なんか例えばその誰かとね、あのー、なんかお寿司とか食べに行きましたみたいな。で、そのお寿司を食べているときにですね、なんかその相手の人がその好きなネタが、えー、まあその私の中にあったとしましょう。で、そのね、その好きなネタがその人がね、好きなならば、なんかその人が食べた方がこのネタにとってもすごいなんか幸せな気がするんですよ。だからなんかね、なんか私が食べるよりもあなたが食べた方がいい気がすると思ってですね、なんかそんな風になってしまうんですけれども、なんかそんな感じでこのね、私が、 なんか、するよりも、なんか、そっちからした方が、なんか、喜ぶならば、えー、そっちの方がええんちゃうやろうかっていうのはですね、やっぱいつでもこの根本にありまして、なんか昔からね、なんかそういったとこがあんまり、うん、まあ、いっか、みたいな、うん、あるんですよね。うーん、めんどくさいっていう気持ちもあんのかな。いや、でも、それでもねえか <laughs>。そうでもねえか。別にめんどくさかないか。何、まあ、なんだろうな。 めんどくさい。どうでもいい。うん。そうですね。いい意味でどうでもよい。すごく前向きに。前向きにどうでもよい。うん。そこでこのご飯の一つ、食の一つ、もしくは何かこの取り組みの一つ、プレゼントの一つ、二つで私の心が揺り動かせられると思うなよ、みたいな感じの <laughs>。 うん、それがなかろうあろうがなかろうが私の心に関して何も変化がないっていことを知ってるのであのすごくどうでもよいっていう感じになるのかなうん、うん、そうですね言い方が悪いけどもそうですねどうでもいいっていうのが一番大きいのかもしれないな <laughs> どっちでもいいみたいな、えー、そんな感じがしますねはい名前でございますはい まあ、もしよければ皆様のそういう執着話もね、あの聞かせていただけたら幸いでございます。それでは今回も長くなりましたけども、そして途中でごめんなさい。あの画面切れちゃってごめんなさい。ちょっと、取り直そうかなと思ったんですけども、あの今、10月25日の、えー、夜10時58分でございまして、えー、今日中にやらなきゃいけないことがですね、まだいっぱいあるんですよ。そろそろこの動画の撮影も終わりにしようがないと、次に映れないなって感じがするので、ちょっと、えー、手抜きではございますが、 途中からこんな感じで締めくくりとさせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。では、次は4回目の涅槃寂聴というやつでございます。まあ、寝半とは何なのか、悟りとは何なのか、えー、そういった話はですね、中心になると思うんですけども、もしよかったら次も楽しみにしていただけたら幸いでございます。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。グッバイ。もしよければ、再生回数が少ないんで、ぜひコメントだけでも盛り上げていただけたら幸いでございます。待ってます。それでは、さよならグッバイ。じゃあね。 ha ha ha